ようこそお越しくださいました。私はナイカトローズ日本支部の主催、しぐれ時子と申します。夜分にすみません。僕は警視庁の龍騎さんですね。そこにいる秘書の菩提から話は聞いています。古江仁殺害の件で話を聞きに来たとか。ここにいらしたということは隠しても無駄なのでしょう。ええ、確かにあの動画は私が部下に命じて作らせたものです。バッツ490は ARG、 ただのゲームでした。その中には高度な暗号が隠されていて、それを解読できる高い IQ の持ち主を我々は探していたのです。ナイクスに勧誘するために。では QR 動画を作ったのは。その動画のことならニュースで見たので知っています。ですがナイクスとは何の関係もありません。おそらく誰かがバッツ490を模倣して作成したのでしょう。ダマ、どう思う？今の話だけでは何とも。コラドリというのは遺伝子研究所の？やはりご存知なんですね。実はここに来たのはホラドリさんから情報を得たからなんです。ホラドリは今警察に？いえ、先ほど解放されました。とどめておくには根拠が不十分ということで。そうですか。ホラドリはかつてナイクスの会員でした。と言ってもかなり昔のこと、20年以上前のことですが、その時に脱会して彼はパーセント教団の熱心な信者に。パーセント教団？本家のナイクスから分派した組織、いわば派生団体のようなものです。パーセント教団は宗教団体ですが、我々ナイクスは思想団体。核となる部分は同じでも目指している方向性は全く異なります。ではホラドリさんはどうして知っていたのでしょう？バッツ490を作成したのがナイクスだってこと。さあ、詳しいことは分かりません。ナイクスの中にいる旧知の人間から話を聞いたのではないでしょうか。ここにたどり着くまでに苦労しましたよ。何しろナイカトロッツ、ナイクスは公には明かされていない秘密の組織ですからね。たまたまボスの知り合いが場所を知ってたからよかったものの、そうじゃなければお手上げだったわね。ビルの中に入ってからもそうです。すこぶる警備が厳重で、何度もセキュリティゲートをくぐり抜けてエントランスで菩提さんに会わなければこの主催室へは通してもらえなかったでしょ。俺はアビスのことを知ってたからな。信用できる組織だってのは分かってた。それで主催に話を通して。何だったの今の？もしかしたら何も考えてないのかも。無心ってこと？無我の境地ってやつかもね。それにしても驚きましたよ。ナイクスという秘密結社の存在については聞いたことがありました。でもただの都市伝説だと思ってたんです。まさか本当に実在するなんて。世間ではいろいろと噂されているようですね。悪魔主義的な秘密結社だとか、宇宙から飛来した二神数が関係しているとか。けれどそんなものは全てデタラメです。人から人へと伝わっていくうちに尾ひれがついて膨らんでいった作り話。一
人の噂とは恐ろしいものです。ナイクスは至って健全な思想団体ですよ。本部はアメリカのニューヨークにあり、他にも多くの支部が世界中の都市に。この日本支部はそのうちの一つです。よく誤解されるのですが、ナイクスは宗教団体ではありません。一つの仮説に基づいて行動する人々の集まりです。その仮説というのは？シミュレーション仮説です。ご存知ですか？この世は全て何者かによって作られたシミュレーションの世界、そういう仮説のことよ。僕らが生きているこの世界は何もかも虚構だと？ええ、ある一定のルール、プログラムによって構築された偽りの世界。プログラムである以上、そのどこかには必ずほころびがあるはず。それを見つけ出すこと、あるいは生み出すことが我々の狙いです。何のためにそんなこと？布の一部にほころびが生じれば、やがて糸がほつれて大きな穴が開くでしょ。そうして世界を破綻させ、人々を下脱へと導く。それが我々の最終目的なのです。かなり言っちゃってるわね、このババア。縦糸と横糸の交点、そこにほころびは生じます。意味が分かりませんが。いずれ分かる時が来るでしょう。これは予言です。必ず成就する。それは我々が使っているハンドサイン、後ろにあるマークを模したものです。その聞き方からすると、古江の死亡推定時刻ということですか？ええ、まあ私は8日の夜から沖縄におりました。9日10日とセミナーがありましたので、東京に戻ったのは昨日の深夜のことです。ホテルや空港の履歴、スマホのアクセスポイント、各所監視カメラの映像を調べてみたわ。確かに8日から10日にかけて、しぐれが沖縄にいたのは間違いなさそうよ。アリバイはあるってことか。古江の死体が沖縄から運ばれてきたという可能性を除けばね。それはノナプレックス、我々ナイクスのシンボルマークです。ノナプルは9つから塗るって意味の形容詞よ。ほら、シングル、ダブル、トリプルって言葉あるじゃない。その9番目のやつがノナプル。じゃあナノプレックスは9つの X ってこと？そうなるわね。ナイカトロッツが 9X アットロゼンジの略だというのはご存知でしたか？ロゼンジはひし形のこと。つまりナイカトロッツとはひし形における9つの X という意味。ところで、私の方から一つお尋ねしてもよろしいですか？何でしょう？あなたはもしやフレイヤーなのでは？フレイヤー？あなたの中にいる別の人物に聞いているのです。え？もう一度お尋ねします。あなたはフレイヤーなのではないですか？ちょっと、龍騎。やはりそうですか。ということはあなたはこの世界が虚構であると気づいている。そうですね。ねえ龍騎、一体どうしちゃったっていうの？ではニルナンバーを教えてください。あなたが本当にフレイヤーならその数字を知っているはずです。
なるほど、ご存じない、つまり嘘をついたと。ダメか、バレちゃったみたいだ。適当に話を合わせれば何か引き出せるんじゃないかと思ったんだけど。たく、ニルナンバーとは一体何なんですか？フレイヤーというのは、フレイそうか、フレイってあの看板に書いてあった言葉ね。フレイトゥフリー、確かフレイには争いの他にほころぶって意味も。シグレはこう言ってたわ、世界を破綻させ人々を下脱へと導くのが最終目的だって。シグレさん、やはりあなたたちナイクスが QR 動画を作ったんじゃ。いいえ、ですが QR コードの記された看板にはフレイ、ほころぶという言葉が。我々ナイクスが関与したのは半年前に作成したバッツ490のみ。 QR 動画を作ったのは我々ではありません。看板にフレイという言葉が使われていたのはただの偶然でしょう。偶然でそんなこと起こりうるんですよ。ここではこの世はただのシミュレーション、プログラムによって構築された偽りの世界に過ぎません。そしてプログラムには必ずバグというものが潜んでいる。そのバグのことを我々はほころびと呼んでいるのです。偶然の一致はそのほころびが生じたことの証、バグ現象の現れ。震えの死体が出現したのもおそらく。え、フィラデルフィア実験のことはご存知ですか？1943年10月28日、アメリカのフィラデルフィアで行われたとされている軍事的な極秘実験のことよ。駆逐艦エルドリッチに向かって強力な電磁波を照射、そうすることで船体をレーダーに映らないようにするのが目的だったと言われてるわ。ところが実験を開始した直後、奇妙なことが。エルドリッチは緑がかった霧に包まれ忽然と姿を消してしまったので、フィラデルフィアの造船所から320キロも離れたノーフォークの軍港に出現。その後しばらく経ってから再び元の地点に戻ってきた。つまり瞬間移動、テレポートしたと。まあただの都市伝説だけどね、信憑性の低いオカルト話よ。ええ、その通りですが、話はそれだけでは終わりません。フィラデルフィアに戻ってきた駆逐艦エルドリッジ、そこには海軍の兵隊たちが多数乗船していたのですが、ある者の体は腐ったバナナのように溶け、ある者の体は全身が黒く焼け焦げ、またある者の体は鋼鉄製の甲板にめり込み船体と融合してしまっていたと言われています。この話何かに似ていると思いませんか？もしかして震えのことですか？彼の右半身はテレポートしてきたと。ありえないことではありません。ほころびが生じたのだとすれば。そんなバカな。リュウキ、この公園気に入ってるのね。自然があると落ち着くんだよ。胸の中のざわめきが静まっていくような感じがして。
ねえタマ、君はどう思ってる？さっきのしぐれの話、テレポートなんて現象本当に起こりうるのかな？ちょっとやめてよ。フィラデルフィア実験はただの都市伝説、そう言ったでしょ。でもだったら震えの件はどうやって説明するのさ。彼の右半身が突然現れたことは事実なわけで。やれやれ。それじゃあ検証してみましょうか。検証？これからあのスタジオに行くってこと？ううん、その必要はないわ。目をつぶってくれればそれで。目を？いいから早く。わかったよ。そんな瞬間移動、テレポートしたのか？アホなの？でもここはあのスタジオドバイタだよね。そう見えてるだけで実際にそこにいるわけじゃないのよ。私は昨夜現場の状況を隅から隅までスキャンしておいたの。今龍騎が見てるのはその時にゲットしたデータを元に再現した光景。すごいや、本当に現場にいるみたいだよ。死体の感じも生々しいし、めっちゃリアルだ。モザイクでもかける？無修正で。さあ、無駄口はいいから、さっさと操作を始めちゃって。目的は、震えの右半身が出現した謎について解明することよ。わかった。とにかく、いろいろと調べてみよう。昨日も言ったけど、古江の死亡推定時刻は2月9日の午前6時前後。死体が現れた時刻を基準とすると、それからおよそ40時間前ってことになるわ。死後硬直はすでに溶け始めてるみたい。完全に溶けきってるわけじゃないけど、体はそれなりに柔らかくなってる。冬場の屋外だと、このぐらいまで解凍が進むにはもっと時間がかかるはず。だから、この死体は室内のどこか暖かい場所に放置されてたんだと思うわ。この看板どのぐらい深くまで刺さってるんだろう。そういう時はどうするの？そうか、 X 線で。すごいね、 X 線モードにも切り替えられるんだ。現場でありとあらゆるデータを収集したからよ。看板の根元の部分、かなり深くまで突き刺さってるね。先端の部分に返しがあるわ。まるで男性のあれみたいに。釣り針で例えてくれないかな。とにかく簡単には抜けないようになってるのよ。何か看板が抜けたら困る理由があったのね。そりゃそうでしょう。看板は立ってないと意味がないわけで。立ってないと意味がない？ああ、下ネタは禁止で。そうじゃなくて、出題されるクイズの問題とかもここに映るのよね。こういうのって案外ハリボテだったりするのよね。休憩の時にお茶するためのものかしら。
演者が自分の写りをチェックするためのものよね。なんだこれ、体の中に何かあるみたいだけど。大きく分けて3つのものが確認できるわ。まずは塩素酸カリウム、硫黄、石林の混合物。これは多分着火剤ね。わずかな衝撃で火がつくの。そこからぐるぐる巻きになって伸びているのは導火線。ちなみに導火線には酸化剤が含まれてるから、体内にあっても燃え続けることができるのよ。で、最後、導火線の末端にあるのは酸化鉄とアルミニウムの粉末混合物。これはテルミット反応を起こす物質よ。着火すると3000度を超える熱が発生して激しく燃焼するの。看板だね。ええ。ん？なんだろうこれ。よく見ると死体の腰のあたりに何かが結びつけられてるみたいだ。まるで蜘蛛の糸みたいな。いや、それよりもはるかに細い何かが。解析したわ。これは CNT、 カーボンナノチューブね。炭素原子一つ分の厚さで構成されたグラフェンシート。それを丸めて円筒状にした物質のことよ。直径はおよそ 0.4 ナノメートル。1ナノメートルは10億分の1メートルだから、肉眼では決して見ることができないの。え、でも見えちゃってるけど。それはこの糸が複数の CNT を束ねてできたものだからよ。あとそれから、私が視認しやすいように強調して見せてるからっていうのもあるけど、ちなみに CNT はものすごく丈夫な物質なの。極めて高弾性で破断しづらく、理論上の最大延長強度は鋼の50倍とも言われてるわ。ところでこの CNT、 もう片方の端っこはどこにつながってるのかしら。あっちだ。あそこにある赤いランプのところに。これは照明の電源スイッチね。 CNT が結びつけられてる。一通り調べ終えた感じね。これまでにゲットした手がかりを使えば必ず謎は解けるはず。古江の死体はどうやって出現したのか、その謎を解き明かしていくんだね。ええ。それじゃあ早速だけど始めましょうか。まずは死体が現れた時の停電だけど、あれって本当に停電だったのかしら。うん、それは僕も気になってたんだ。照明の復旧が早すぎたからね。それに停電だったら
番組の配信も止まったはずなのに。その後も配信は続いていた。つまり停電ではなく、照明の電源が落とされただけってことになるよね。じゃあどうやって電源スイッチがオフにされたの？それはおそらくあれを使ったんだと思う。死体には CNT を束ねた糸が結びつけられてた。その糸は天井の梁を経由して照明の電源スイッチに。でも死体は動いたり糸を引っ張ったりしないわよ。動きはしないけど落ちることはできるでしょ、天井からね。そういえば照明が消えた直後、何かが落ちたような音がしたわね。天井から落下した死体が CNT を引っ張り、電源スイッチはオフにされたんだ。で、次に出てくる疑問なんだけど、死体は天井に隠されてたってわけよね。どうして死体が落ちてきたの？おそらく死体は天井の梁に掛け渡される形で置かれてたんだ。死後硬直した死体が柔らかくなる開口が利用されたんだ。まだ死体が硬いうちは梁にしっかりと乗ってたんだけど、時間が経ち硬直が溶けて体が柔らかくなって、その結果天井から落ちてしまったと。じゃあ最後の疑問だけど、死体が爆発炎上したのはなぜ？それはあれを X 線モードで見れば説明できるよ。死体の内部に収められてた例の仕掛けが使われたんだ。死体落下時の衝撃によって着火剤が発火、火はぐるぐる巻きの導火線を伝ってテルミット反応を起こす物質へ。やがてその物質に引火して大爆発というわけさ。落下から爆発までのインターバルは導火線を伝う時間だったと。なるほど、こんなアナログな仕掛けだったから痕跡が見つかりにくかったのね。うん、なんとなくいろいろと分かってきたね。というわけでこの再現 VR 空間もう終わりにしてくれていいよ。いいえ、まだよ。さっきのはあくまでリハーサル、本番が残ってるわ。本番？犯人の行動の再現よ。え、僕がそれをやるってこと？あなた以外に役者はいないでしょ。役者？ということで、監督兼カメラマンのタマよ。私が撮るからには演技には一切妥協しないので、そのつもりで。何か撮影するの？当たり前じゃない、検証なんだから。客観視できるものを残さないと。意味わかんないんだけど。うっせえなこの三文役者が。監督がいちいち指示しねえと何もわかんねえのか、タコサク。でもいいから気合い入れて犯人を演じろ。やるからにはマカデミー賞を狙うかんな。マカデミー？ナッツ的な？とにかく始めるぞ。よーい、アクション。僕、いや私は震えを殺した犯人だ。これからこの死体を使ってあっと驚くショーをご覧に入れよう。演技が素人臭い上にキャラ付けが意味不明ね。実際素人なんだよ。まあ最初だから今回はこれでいいとするわ。ではまずその死体の設置場所からね。どこにどんな風に置かれてたんだっけ？
それは。ここだね。天井の梁にかけ渡されるように置かれてたんだ。死体は死後硬直で硬くなってるから、こういう置き方も可能ね。ね、これを使って照明を消す仕掛けが施されてたはずだけど。体にカーボンナノチューブ CNT が結びつけられてたのさ。 CNT は梁を経由して下まで伸ばされ、照明のスイッチに。本来 CNT は目に見えないくらい細いから、誰もその存在に気づかなかったってことね。これで準備完了。あとは死体の死後硬直が解けるのを待つだけ。ねえ、演技するの忘れてない？ああ、早くしたい。柔らかくならないかな。タコみたいにふにゃふにゃにならないかな。意味わかんないシーンね。編集でカットしておくわ。お前がやらせたんだろ。そして時間が経過し、死後硬直が解け始め、落下の衝撃で体内に仕込まれた着火剤が発火、火は導火線へ。ほどなくしてスタッフが照明をつけると、ババーン、死体が出現。まるで瞬間移動してきたみたいに。その後しばらくしてから、死体の中で導火線の火は爆弾へと達し、これが死体出現と爆発炎上の真相だ。オーケーよ、見事な再現映像が撮れたわ。結局演技の必要性が全然わからなかったけど。これではっきりしたね。やっぱりあの死体テレポートしてきたわけじゃなかったんだ。当たり前でしょ。まあ犯人的にはそう見せかけたかったんだろうけど。何もないところから突如半身の死体が現れた。まるでフィラデルフィア実験のように。そんな不思議な出来事が現実に起こったと、そう思わせるためにあんな小細工を。と同時に犯人はなるべく多くの人間に看板を見せようとしたんだと思うわ。 QR 動画を拡散するために。犯人は生配信が行われている間に死体を落下させたかったはずだよね。そうじゃなきゃ意味がないから。でも死後硬直が解ける時間を正確に予測することなんてできるのかな。犯人は死体がガチガチに硬直してる時に天井の梁に設置したわけじゃないのよ。開口がある程度進んで適度に柔らかくなったところで天井に。その状態なら数時間以内に落下するだろうってことぐらいは予測できるはず。生放送の時間は6時間もあったわけで、犯人的にはその間のどこかのタイミングで死体が落下すればよかったのよ。あの死体はスタジオの天井から落ちてきた。もしも落下した時に死体が横倒しになってたら、犯人の計画は台無しに。ええ、あなたが言ったように看板は立ってないと意味がなかったはず。男性のあれみたいにね。やっぱ下ネタじゃん。っていうか立ってなくても意味はあるし。それと同じよ。は？あの看板にも別の意味があったの。ダーツの羽、あるいはロケットの尾翼と同じような意味が。そ
そうか、あの看板が刺さってたから切断面は自然と下向きに。あれには姿勢制御の役割もあったんだ。犯人の狙いは神秘現象を偽装することにあった。だから CNT カーボンナノチューブを残しておくわけにはいかなかったのよ。ネタバレになっちゃうから。そう、そこで犯人はテルミット反応を利用して CNT を焼き尽くすことにしたと。まとめるけど、犯人の動機は神秘現象の偽装、それと QR 動画を拡散することにあったわけだよね。それだけかどうかはわからないけど、多分ね。古江が選ばれたのはなぜだろう。そう、彼の左半身はどこに。まだ見つかってないわ。とにかく何かをしてそうな人物から探っていくのが捜査の鉄則でしょ。何かを知ってそうな人物。あの番組を撮ってる間、古江の右半身はずっとスタジオの天井にあった。そのことに気づいてた人間がいるはずよ。それってもしかして番組のディレクター、我が井陳平か。ええ。あいつは今どこに。スマホの GPS から場所を特定したわ。彼は今秋葉原にいる。メイドカフェサンフィッシュポケットに。いた、あそこだ。やば。マジかよ。お前、店内で発砲するなんて正気かよ。お客さんもマーメイドの子もいたんだぞ。悪かったよ。謝って済むレベルの話じゃないだろ。警察へは複数の人間が通報済み、直に所轄の連中が到着するはずよ。なあ、見逃してくれねえか。は？彼女の腹の中にガキがいるって話しただろ。俺は豚箱に入るわけにはいかねえんだよ。あいつの依頼を引き受けたのもだからなんだ。赤ん坊を育てていくにはどうしても金が必要で。あいつって。テアラーってやつだ。本名は分かんねえ。顔も知らねえし声も聞いたことがねえ。テアラーとのやりとりは全部ナイルでしてたから。依頼っていうのは。これだよ。だから俺もスタッフもテアラーには会ってねえんだよ。スタジオで何が行われてたのかも知らねえし、
まさかあんなことになるなんて。石馬女子三の栄の教室。リュウキ、行ってみよう。ホラドリ遺伝子研究所の所長、ホラドリ力ね。そんな嘘だ。